コート直線コースへと向かいます。さあ先頭はサイチリシャール、今度は大岩メジャー、それに真ん中突っ込んで、さあマイネルシーガル、この3頭の追い比べになっている。スーパーホーネットが相当に持ち出して、さあ単独2番手に上がって前に迫ってくるが、抜け出しているのは大岩メジャー、外からスーパーホーネット差を詰める、大岩メジャー、スーパーホーネット、並んで五輪、わずかに振り切ったが大岩メジャー。